私の中で大事だなと思っているのは実は率直さなんですね。組織のトップが迷っている、また自分たちのリーダーがこう何か考えている時に、まあ、会社の場合特にそうなんですけども、会社のスタッフっていうのは必ず経営者をこう尊敬する面も持っているし、同時に疑う面も持ってるんですね。疑う面を持ってるっていうのは、あの人何か私たちに話してない情報があるんじゃないかとかですね、それから自分たちに共有してくれてない大事なそのことを思ってるんじゃないか。でそこがですね、皆さんのそのリーダーシップの強さをですね、少しこう揺るがすっていうことが、まあ、私の過去の経験の中でもよくありました。でいかに率直であるべきかっていうのが、まあ、すごくチャレンジングなことなんですけど、私の中ではすごく大事なことだったんですね。迷ってるなら迷ってるっていう姿をですね、ちゃんと見せるっていうことはすごく重要です。それから困ってるなら困ってるっていう姿をしっかりと伝えることも大事なんですね。何も隠したりする必要ないし、何もなんていうんですか、自分が弱いことをですね、無理に繕う必要もないと私は思ってまして、そこをですね、右かもしれない、左かもしれない、自分はどうしていいかわからない。っていう時にはですね、そういうふうに伝えるってことはすごくリーダーシップにおいて大事だと私は思ってます。